はい、それだけでした。まだ第2部がね、ちょっとダンシング、ちょっと休憩を挟んで、ダイジングをしたいと思います。さあ、もうダンシングコールがね、言っていただいてますね。ありがとうございますね。ダンシングでございます。さあ、せっかくこうして沖縄民謡とかね、沖縄の歌、そして、こんな沖縄の香りを漂わせているわけですから、最後は皆さんと一緒にカチャーシーして終わりたいと思います。ダンシング、ダンシング。ね、そう、ダンシングせっかくですからね、一緒にやりましょうよ。カチャーシーお分かりになりますかね。一回ちょっと練習しましょうか、せっかくですからね。カチャーシーってこう、沖縄ソース、沖縄でこうやって踊ってるのを見たことあるでしょ。それを今からこう、皆さんと一緒にやるわけですね。そうです、そうです。ね。じゃあ一度ちょっと皆さん、両手を上にお上げになっていただいてよろしいですか。一緒にやりましょうよね。いきますよ。はい。右へ、左へ、そうです。そう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 、もうね、これはね、あの幸せが逃げないようにかき混ぜる、そんな素敵な意味があるわけですね。ですから皆さんと一緒にやった方がより多くの幸せかき混ざりますね。そしてここからもう一つ踊りを教えます。乾杯の踊りいきますよ。はい、ビールってハンナハンナアウラモリハンナハンナ、みんなで一緒にカチャーシー、笑顔でハンナハンナ、涙でハンナハンナ、ティダヌ明るまで。そうです、そうです。ね、ティダって太陽という意味なんですよね。太陽が上がるまで、花々って乾杯の意味がありますね。太陽が上がるまで乾杯すると、明日の朝まで飲み続けるぞ。おー、ひろちゃん、これにも。あ、そういうね、新しい踊りも加わりましたね。あ、いいですよ。好きなように踊っていただいていいですからね。ね、今のが乾杯の、ね、踊りでございます。もう一回だけじゃあ練習しますよ。さあ、どうぞ両手を上にお上げになってください。いきましょう。ビール。